はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ミンサガジャミル編第3回目ですね、やっていきたいと思います。前回ファラのお母さんが発狂して、でアサシンギルドのイベントが多分もうできるんで、ちょっとアサシンギルドイベントを進めていこうというわけで、やばい仕事を引き受けていきます。それじゃあ、でこいつ黙って俺についてきな。ここは非常事態なんで協力しましょう。さあ、そして、よっしゃ、激化、ここにあるのって基本的にはあんまり必要ないもんばっかなんだよね。でお金はまあ使うとして、まあそうだよね、金くらいかな。あ、一応アサシンギルドの場所分かってるんだ。いやー、でもなー、ちょっとダウドイベントもなんとなくやっておきたい気がするから。いらっしゃいませ、お泊まりですか。死ね。パパパッと倒しちゃいましょう。ジャミルやっぱ初期 PP 高いからな、酸性種いきなり使えんな。でアルトラがね、もういきなり、ちょっと待って、これじゃない、火の鳥使える状態じゃないんで、そこが微妙だよな。でディフェンダー強振剣は EP3 使うからな。こっちは戦闘弓で、まあ EP の減らないやつ。ダルベルトもちょっと微妙だな。おっ、ソロいもんだぜ。仮面外れるんだ、一瞬で倒したけど。ダウンだ、どうしてお前が。ギルド万歳。痛いよ、死にたくないよ。ダウド、しっかりしろ。ダウド、目を開けろ。タルミッタの西に。ジャミル、ごめんよ。ダウド、死ぬな。ダウド、許さねえぞ。いや、もうアサシンギルドの場所分かってたからな。ダウドは無駄死になってしまった。乗り込もう。乗り込めるか。ここがアサシンギルドの本拠地なのか。さあ、着いた。さあ、え、こいつら複数いるからな。何で行くか。賛成書でとりあえずアサシンボス、闘志、闘志、術師、術師か、なんとなく術師から削っていこうか。で一回火の鳥ちょっと撃っときたいんで、何も使わないやつでぶん殴っとこう。あと防御はありかな、でも防御しとこう。全体攻撃をね、全く持ってないんだよね。まあ安定のカットインで、あ、でもデタラメか、デタラメくらいしかない。そうだよね、アルベルトも長剣だしな。B 賛成賞やっぱ強い、デタラメあんまり強くない。これ火の鳥でどんだけ当たったかな。どうする、まあ、薬箱は使う必要がないとして、 PP 回復4か。ちょっとずつ回復させておきたい気がするから、じゃあ早ぶさきじでいこう。てか衝突剣の方がいいか、2で。で術師、アフトラ結構減ってんな。で炎のロッド、火の鳥、命を削れ。八つ先がいけるか。で待って、回復、アルトラちゃんを回復しよう。アルベルト、あ、回復覚えさせようと思ったけど忘れてたわ。ちょっと数を減らしたいからな。ちょっと2にしよう、早すぎる。火の鳥いけ、ドンクラトレ、強い、強いは強いけど誰も減らせられない。
まあまあまあ100くらいは食らうか。モニカ・アルベルト結構やばいな。この術師が多分減ってるからな。で、まあ、モニカとジャンは攻撃しときたいよな。アルベルト回復、早防ぎしかない。倒せ、倒せない。これは別に暗闇だもんな。よし、取れちゃったよ。ナイスガード。おいいね、ディフレクト、さすが。衝突剣エスパードロペラを削っていく。癒しの水はジャミルだな。こいつどうしよう。高級傷薬でこれ暗闇回復しないかな。ダルドラを回復させておこう。だいぶ手数がこのターン減っちゃってるけどしょうがない。治れ。治ってねえし。強撃陣クロス、いけ。676、もう一発火の鳥打ちたい。単体の攻撃はそんなに強くないな。ジャミル死にそうだけど3セッションで1体倒すか。5、1ずつ回復してってっかな。癒しの水でジャン強心剣いくか。ここはでジャンが減ってるから、いやアルベルトでもな、回復覚えさせてもな。アルベルト外したいから。なんか倒せない。よしだ、強心剣。よしウィークネス、あ、まあまあまあ全然大丈夫大丈夫で、ちょ早草切りで投資で蘇らしとくか。ジャミルが結構やばいけど、あー攻撃だな。で、あれちょっと待って、どうアルトラ回復させてジャン攻撃のモニカも回復でいこう。強襲剣、そんなだけでも倒せない。あ、でもウィークネス減ってなかった。よし、リフレクト、さすがだ。三聖章がちょっと使えるまでは早草でいこう。で自分回復のジャンはまだいけんな。モニカ攻撃に入るか。じゃあアロレイン覚えねえかな。なんか早草返し、よし、 OK。ここまで来ればもう結構なんか安定してる。え、これ2人？ダメージは入んなかったけど、周りから倒すか。やっぱりアロレインプリーズ。いいか、あ、倒った。え、めっちゃ寝るやんけ寝すぎやろ。衝突剣でいくか。力や、いや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 、どんだけ寝かすつもりなの。衝突剣で300強化でもあんま強くないな。力矢と変わんないもんね。え古典ってどんくらい当たるんだ。580、あ、強いなやっぱり。いやージャミルちょっと微妙だな。癒しの水で回復させとこう。全体攻撃の強力な術を使ってくるわけじゃないんで。起きるやつらは起きたな。アルドラ BP 寝てたからめちゃくちゃ溜まってんだけど。火の鳥、命を削れ。で力矢カットイン、くらえ。まだまだガンガンいけるぞ。これは火の鳥、命いけるよね、全然いけるよ。ハヤブサが先に入るから火の鳥。よし、最後 LP が減ったけどまあいいや。201ジュエルゲット。ミニオン、アリサメのアサシンギルドではこの程度のことしかできぬか。一応ジュエルビーストの場所が明らかになったけど、
無理だからな。ジュエルビーストっていう究極の魔物をサルウィンが生み出したって話が広まってな。だがそのうち噂も聞かなくなった。ガセだったのかと思っていたが、あいつの口ぶりだと本当にいるのか。で俺思ったんだけどさ、アルドラ知力上げてるけどあんまり知力上げる意味なくねっていう。炎のロッドの火の鳥が別に知力依存じゃないからね。なんとなく術師風に育てたけど、だったら海賊なんで斧だな。斧をちょっといいの買ってあげよう。フランシスカ、よし、こいつを買ってあげよう。で攻撃性能は31、海賊なんでクラス補正もありと。君に頼みがあるのだが聞いてもらえるかな。せっかくだ、アクアマリンやってナイトハルトを仲間にしよう。ディズニーストーンの一つ、水のアクアマリンには伝説がある。でまたボスに勝てるか問題。なるべく早急に型をつけたいからな。火の鳥をどうするかだよな。生命の炎が思ったより回復しないからな。あ、リバイバーありだな。1回かけとくの8か。2回復すればなんとかなんな。ってことは1でいける。円月なんですか。でもうこいつは強心剣でガンガン削ってって、力也なんか覚えてくれればな。こいつも結構技は覚えやすいはずだから。ってか影縫いとか、これスネアか。状態異常になるもんなんかないっけ。なんもねえな多分。アドラちゃん浄化、混乱になるのこいつ。太刀使うしな。結構状態異常に弱いはずだから、まあいいや、ちょっと混乱は狙ってみる価値はあるな。影縫いは別に麻痺じゃないもんね、スネアだから。よし、これでいこう。カットイン。サスケショー、まあまあまあサスケショーかなりダメージは出せるな。あと強心剣もか。いくつくらった。でこっから三聖章もやりつつっていきたいから、やっぱ1の早さ聞いて1回だな。で、あれ7足んなかったわ。癒しの水でちょっとモニカ回復だな。早めに蹴りをつけないとなんか結構強いの使ってくるから。投げ払う。これって全面4人いるからな。ジャミルも結構やばいな。イービルビスパ、これ聞いてくれればだいぶ楽だな。癒しの水でちょっとジャミルを回復して、アルドラを回復しよう。呼吸切り薬をとりあえず買ってきた。まあ触手に痛みたくなったけど、まあしょうがない。起き上がれ。どうだ。いや効かねえ。無駄になった、無駄になったが、あとはまた例によって回復しながらいくか。ジャンとジャミルが今のところアタッカーだからな。アルビルトはなんとなく死なないように自分に回復させるか。メールストロームが来るともう終わるんだよな多分。あ、来た。どんくらい食らうだってこれ。なんか誰か混乱してない？あ、倒した。意外に余裕だったな。思ってたよりは余裕だった。何も覚えなかったけどね。でアクアマリンゲット。ジュエルも結構もらえるようになってきたな。アクアマリンを見つけ出してくれるのか。アクアマリンはお返ししましょう。これがディスティニーストーンか。感謝するぞ。金でいいや、8000円。ご苦労だった。さからはずってアルベルトを変えたいんだけど、アルベルトがいないと中入れないから、モニカだったら多分固定の位置に戻ると思うんで、一回ちょっとモニカちゃんを外しましょう。仲間が俺言って頼みがあるのだが聞いてもらえるだろうか。何なりと。クリスタルパレスの生活は息が詰まる。私を冒険に連れ出してほしいのだ。そんな簡単でいいの。よろしく頼むぞ。もう聞いてる兵士とか何と思ってんだろう。えって、ここは立ち入り禁止ですとか言われてるし。
じゃあ、ナイトハルト仲間になったんで、一回アルベルトを追いはぎして、いやー、だいぶ長く戦ったな。ナイトハルトどんくらいだ？人々395、めちゃくちゃ強い。結構いいの装備してんだよね。カヤキスの槍が28、ダイアリで、ローザリアサーベルが攻撃性の24で、アーマーもカヤキスの鎧が強いんだよね。ナイトハルト専用の鎧、炎、霊気、雷に強い。30ずつ上がってるからな。で、スマートヘルム、うん、いいね。じゃあアルベルトと別れて、どう、元気？もう一回モニカちゃんを、また私の力が必要、誘いましょう。で、ようやくちょっと水流のイベントを進めましょう。この話は大変なお方からのご依頼だ。あれ、それから必要経費もね。経費も要求するのか。よってこのコソ泥が。前金で？なん、金もらえた、やった。頼んだぞ。その前にちょっとナイトハルトのクラス確認したら、ローザリア軽騎兵か、ダイアリ弓、小型犬、ダイアリを使っていく感じかな。そうすると、あれ、ダイアリってフォーメーション的になんか真ん中の方がいいような気がしたんだけど、あー、でも攻撃効果は手前の方がいいのか。速度効果あるけどな。いや、ちょっと中に入れとこう。こいつなんで前に来てんだ、外したからか。で、後ろ OK。 で、マラルコの場所聞いて、で、影武者をやろう。エスパザロペラ、しまった、こいつあれだ、レベル上げてねえや。なんか見ただけ見て終わりにしたわ。チャージって8問使うんだっけ。まあいいや、チャージしよう。うわ、結構全体攻撃の強い技を使ってきたな。一気に減らされた気がする。まあ早ぶさ切り、アルドラ回復に走んなくてもまあいい気がするんだよな。ナイトハルト全然減ってねえな。てかヒットポイントが高いからか。いや、こいつ意外に強いぞ。見た目に反して倒した。よし、アルドラ BP 上がってくれた。で、金ゲットして、で、ナイトハルトは武芸家にしよう。3まで持っていけるっしょ。500円、円っていうかジュエル。よし、で、認定をちゃんとしてもらって、もう景気はいいや。別にダイアリ、ダイアリだな。使っていくのは体術、極限、刀、杖、弓、ダイアリでいこう。ほら、では先に取り巻きとも倒していきましょう。ブレードロール使おう。強心剣も使っちゃおう。ハイパーハンマー覚えたんだよな。でも二段突きで何か覚えないかな。あれ、今過激になった。三段突き武芸家だからね。もはやこいつは弱えな。ワンタンキルだ。このさあ、そしてトゥーマン、オーバードライブ使われる前に終わらしたいよな。かかと切り、強振、やっぱチャージかな。いや、待って待って、過激三段突きにかけよう。デリキア全然違う。198か、余裕だな。強振剣800か、いいね、いいね。ただ一発撃った後、ジャミルがもう BP 枯渇するからな。何、なかなかのヒットポイントじゃないか。いやー、やられた、倒した。水流の指輪、
で、ハヤテの靴を回収して、土の精霊樹もちょっと回収しておきましょう。グレートピット来たんで。で、雨雲の腕は回収して、で、水流イベントも終わらせて、さあ、そして武器をもらって、藤娘、ご苦労だったな。藤娘攻撃力49、いいね。よっしゃ。で、トマエ火山の火の精霊樹、モニカ、クジャラハト投手ちょっと3にしよう。まだ3になってないやつとかいる？いないな、全員3になったな、これで。で、水流の神殿で水の精霊樹、近くに宝箱がありそう。これちょっとサーチするか。鍵と罠両方か。鍵外しての罠エクスプロージョン、これ何回もあるかんね、罠。大丈夫かも。精霊石の杖、まあ、使わないか。で、最後の金の精霊樹で、妖精王の冠。あれ、これなんか強化されたよね。 LP 回復とかだっけ、なんか忘れちゃった。なんか特典があった気がする。ちょっとヴァンパイア退治いきますか。これはしもべか、倒していこう。大地の剣をちょっと使ってって技を増やしたいんだよね。ジャンもロータリアサーベルで技増やしたい。1000くらいあるか、ちょっと。あれ、何体か、あと2体か。あ、いや、めっちゃ繋がってたこれ。めっちゃ繋がるのはいいんだけどさ、効率は良くないんだよね。倒せる最小限で倒してほしい。3500とか。宝箱を落としたらヴァンパイアが出てきた。しもべだけど、まあ、ぶっ倒していこう。素晴らしい、まあ、素晴らしいは素晴らしいけど、ワンタンキルしたい。さあ、このお宝50円ボーンブレスト、いらなすぎる。こっちも宝箱あんな。罠解除40円。いや、しょぼくないか、ここ。宝箱がよっしゃ。カイラルの器具なんかあったな、確かに。ロングブーツ、カイラル、素早さと精神、スネア耐性か。ってことは術師だな。レザーブーツ、防御力はもう全然なんだな。1下がるくらいだったら、まあ素早さだいぶ上がるしね。こっちにしよう。で、またしもべか。早くアルドラかな、初手で火の鳥使えるようになれれば全然また違うんだけど、道のりは遠い。これでいったものだな。三段突き、三段突き大して強くねえな。強力な技が欲しい、やはり。普段使いは普段使いで全然こっちいいんだけど、次もこんな感じでいきましょう。多少のボス戦になった時の火力不足感が否めない。子供からの魔獣、いや、もう見た感じの普通のイノシシだな。巨撃陣、よし。よっしゃ。ようやく地図って言っても、もうこれさ、最終フロアじゃん。そうだよね、最後の最後で地図入れても微妙なんだけど。聖杯は回収済み、装備してねえけど。それでは、まあ、パワーで押し切ろう。三聖章でガンガン最初から攻めていくか。アルドラちゃんはまあ技だな、覚える。でディフェンダーに切り替えて、強心剣で
行こう。二段突き。力屋。260。お、弾き打ちって何？あんま強くない。デスレイ。やば。待って。誰かの LP が減った。死んだわけではないよね。え、全体？結構きついな。ジャミラちょっとかっ飛ばしていこう。で、回復できるやつは回復させたいから。で、強心は使っていくでしょ。で、二段突き。二人ずつ回復だな。強心剣。セーフワーニング。痛いです。でも、複数回攻撃はしてこないか。ナイトハントが若干ヤバめだな。下僕か。え、ちゃんとした変幻自体覚えた。え、なんかもっと見たいです。これヤバいです。誰食らった？ナイトハントか。いや、やっぱり最強強えな。か、どうしよう。チャンはもう無理か。ナイトハルト一気に回復に走る。あ、浄化の水があるじゃん。え、いけるこれ。チャージで、自分回復だな。モニカはこれ一回立て直そう。ジャン。どうなった、わかんない。え、また下僕か。これナイトハルトの下僕がめんどくさいな。で、変幻自在まだか。やっぱめちゃくちゃ消耗するな。一応ナイトハント回復させとこう。よし、浄化の方が早い。で、癒しで回復させて、また下僕かかよ。こうでしょ。で、浄化も毎回浄化が必要だな。で、回復できるやつがいねえじゃん。高級金融薬をモニカに使ってあげよう。あ、ただアルドラやっぱりあの器具装備させたから早い。こう制したな。それが若干めんどくさい敵だったな。イナシスの神飾り。あなたには感謝の言葉もないわ。これところで聞いてなかったわ。どうやってムーンストーンを手に入れたの？頑張りました。イナーシーにこれで魔の島があります。の話が聞けるんで、死ぬ前にもう一度魔の島へ連れて行きましょう。で、ここなんか仕掛けがめんどくさかった気がするんだよな。そう、これ登ってくやつだ。ちょっとずつ登っていけないと落ちてやり直しになるっていう超めんどくさいやつ。歩いてく方がいいんだっけこれ。マジで高速にすると落ちまくるかんな。あとこれね、こう当たんないようにいくやつ。宝をこう回収しとこう。2000円。あれいけないよね。うわー、戻された。右に宝箱あるから、これ回収しとこう。鍵がかかってる。鍵開け持っててよかったわ。2000円。おお、金あるね。あ、じゃ地図別にいらないかな。ここ魔のエメラルド、奪う力がお前にあるかな。いや、自信はないです。で、いきなり変幻自在使っていくか。で、火の鳥はねちょっと使えるようにしておきたいから。高速好きだな。いや、はやぶさ切りでいこう。なんか手下いるわ。やっぱ呼び出してくるんだよねって思ったけど、そもそもいたわ。これだって肉の壁がさいるからさ。どうなの、通るの後ろに。あ、通らないよね。二次戦立て。いやー、変幻じゃちょっと使えなかった気がするけど。肉の壁を召喚されたらされたで火の鳥を使ってこう。で、それまでは普通にフォークブレード、シールド、
絶対ってわけじゃないんだな。かなり回避率の高いシールドを展開してきて、で肉の壁だ、先にアルドラが動いてくれればいいんだけど、デタラメか。敵の鳥は通らない。いやー、け職員ぶつかってくるのだよ。全体攻撃結構厳しいんだよな。そこまで火力が高いわけじゃないから、回復させながらちょっと通ってくれることを祈るか。デタラメがね、あれ動いてほしいんだよね、アロレイン。さあ行きますよ。2ターンに1回くらいは召喚される感じか。全員が全員全体を逃ればいいけど、俺も負けていられないから。総流派いけ。思ったより少ない。スタンしたけど先に動けんな。で回復をしつつ、アルドラ自分がやばいな。ジャンまだいける、ナイトハルトもまだいけて、モンカは回復に走ろう。よし通った、倒した。総流派覚えたのかなりの収穫だな。まあ潔い感じではあるな。エメラルドゲット312、だいぶもらえるな。ディスティニーストーンだいぶもらえるね。ジュエル、ヨービルに戻ると二度と魔の島に戻ってくることはできません。もういいよ。すまんなじいさん、エメラルドだけ手に入れれば十分なんだ。これで、あ、思い残すことないんだ。思い残すこともない。まあそんなところで中盤と呼ばれるイベントはもう大体終わったので、まあ次回はね終盤戦突入していきたいと思います。まあそんなわけでちょっと宿屋で寝て終わりにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。